着々と進んでいる日本の次期戦闘機開発ですが、IHI 社製 XL9Y エンジンの実用化に向けての取り組みも順調そうです。今回は、XL9Y エンジンと次世代戦闘機の共同開発 GCAP、グローバルコンバットエアープログラムについて見ていきたいと思います。外交・防衛政策の基本方針国家安全保障戦略などの、いわゆる安全保障関連3文書が、2022年12月改定され閣議決定されました。これによって、日本の防衛をめぐる議論が、様々な立場から、様々な反応を巻き起こしています。この決定で、日本の防衛予算は、2023年度からの5年間で、現在の 1.5 倍の総額43兆円にもなると判明しましたが、最終年には、NATO 加盟国の目標額と同じく、対 GDP 比 2% 以上の水準に引き上げられると予想されているのです。NATO 加盟国が、ロシア・ウクライナ戦争の長期化を反映し引き上げる方向が確実となってきたので、加盟国が、今後は、一定の防衛努力をするために、対 GDP 比 2% を基準値にすると予想されるので、それに追随したということでしょうか。日本では、今後の防衛予算の使途に、防衛力強化として、スタンドオフ能力の獲得と整備に注力する方向を打ち出しています。従来より、飛躍的に、射程距離の長い兵装の獲得を進めようとしているようです。このスタンドオフ能力ですが、日本に接近する艦艇からの艦対空ミサイルの阻止が第一目的です。日本を守る反撃能力を保有し配備することで、相手の射程圏外の安全な場所から攻撃できるというわけです。つまり、ミサイルの能力を大きく向上させ、同時に、自軍が被害を受けるリスクを極力減らし、敵側の目標へ攻撃するという論理に基づいて実現しようということです。こういったスタンドオフ能力を備えた兵装は、政府からは反撃能力と呼ばれ、政治的な認知を得ようとメディアでも使われていますが、日本の専守防衛の基本理念に反するのではないかという意見もあります。日本を取り巻く複雑な軍事的現実を考えても、このタイプの議論が、政治的に完全に決着することがないのは確実ですが、スタンドオフ能力や反撃能力などの兵装が、大きな注目を集める一方、戦闘機に関する新しい動きも始まったようです。2022年12月9日、次世代戦闘機開発を、日本、イギリス、イタリアの3カ国が共同で開発するプロジェクト GCAP が正式に発表されスタートしたのです。この GCAP では、日本は、現在空自が運用している F2 戦闘機を、イギリスとイタリアは、両空軍が現在運用しているユーロファイタータイフーンの後継機となる戦闘機の実用化を目指しています。航空自衛隊の中では、現在、そういった区分や呼称は廃止されていますが、かつては、主力戦闘機とそれを補う支援戦闘機と分類していました。主力戦闘機は、アメリカからの輸入か、国内企業がライセンス生産して調達すると決められていたのです。そして、支援戦闘機は、アメリカとの共同開発が通例でした。現行の F2 戦闘機も当初は支援戦闘機だったので、アメリカの現ロッキード・マーチン社製の F16 ファイティング・ファルコンをベースとして開発されたものでした。F2 戦闘機開発については、日本国内では、自国での単独開発を主張する意見がありましたが、太平洋戦争敗北後、自衛隊の装備する戦闘機は、アメリカを含む連合国の意向で禁止され、軍備につながる産業分野も抑制されていました。そういった事情のため、機関部の製造は不可能で、航空機開発技術も大きく後退しました。そのため、前述の通り、F2 戦闘機は、F16 ファイティングファルコンをベースとし、その機関部は、現 IHI 社がライセンス生産で行ったのです。航空機開発に関しては、日本は、すべての技術をアメリカに開示しなければならないという義務がありましたが、アメリカは、主要な制御部分の情報は日本側には公開せず、いわゆるブラックボックス化したので、片務的な契約でした。さらに、
日本側が搭載する兵装を見直すなどの F-2 戦闘機の仕様変更はできず、政治的な問題があったとにしろ、不満の多い運用を強いられたのです。高い予算で購入したのに、客の要求は無視されたわけです。F-2 戦闘機の開発での苦い経験を念頭に、日本は、後継機開発に関しては、機関部の内製化実現を目指し、現在の防衛装備庁と IHI 社との間で、それに向けた取り組みを行ってきたのです。防衛装備庁からの依頼を受けた IHI 社は、2010年から次期戦闘機用機関部を目指した XL91 エンジンの開発を開始、8年後の2018年6月に、1機の試作機を完成させ、納入しています。納入された XL91 エンジンは、2020年7月まで、各種の性能テストが実施されました。結果ですが、具体的には、アフターバーナー未使用時に11トン、使用時には15トン以上の推力を発揮しました。この数字は、F-22 ラプターに搭載されている、プラット&ホイットニー社製の F-119 に近く、空気吸入用のタービン入り口付近の温度でも、1800度 C という優れた数値を記録、世界標準クラスの数値を叩き出したのでした。今後の戦闘機の機関部として、重要性が増してくると思われる発電能力ですが、XL91 エンジンは 180kW を記録、一定水準をクリアしています。確かに、実際に機体に搭載してのテストではありませんが、スリム化、大出力、ステルス性を確保し、一定の数値をクリアした XL91 エンジンは、将来の戦闘機に対応し得ると、大きな期待を集めました。XL91 エンジンのサイズですが、最大部分の直径が約 1.0 メートル、全長が約 4.8 メートルで、現行の F-2 の F-110 エンジンと同等の大きさです。上記のようにカタログ値ですが、XL91 エンジンは、一定以上の水準を満たしているとして注目を集めたのです。さらに、2019年のマストアジア2019では推力変更装置が展示されました。このマストアジア2019で展示された推力変更装置は、XL91 エンジンに装着可能な XVN31 というモデルで、ロシア製の第5世代戦闘機として知られているスホイ。57等にも採用されている推力方向を変更する装置です。この推力変更用装置の目的は、搭載する戦闘機の機動性を向上させるためです。機関部からの排気角度を調整して、推進方向を制御する仕組みで、アメリカの F-22 ラプターでは、パドル式の推力変更装置が採用されています。ロシアのスホイ37やスホイ57はノズル式推力変更装置を搭載しています。XL91 エンジンに装着可能な XVN31 もノズル方式でマックス20度で推力を変更できるそうです。いわゆる第5世代戦闘機は機体本体に優れたステルス性能があるので敵の攻撃を回避できると想定されていますが、戦闘機に求められてきた機敏な機動性の確保には、同時に、こうした工夫もあるのです。これまで述べてきたように、2019年に、推力変更装置のノズル XVN31 が公開されるなど、XL91 エンジン実用化に向けた取り組みが着実に推進されてきています。と言っても、今後の GCAP は、要求によっては、共同開発の変化で、どんな方向に進むのか、決して予断を許さない状況のようです。GCAP では、イギリスのロールス・ロイス社が機関部開発を担うことになっています。高級車で有名なロールス・ロイス社ですが、イギリスやイタリアが採用しているユーロファイター・タイフーンの機関部開発も主導しているので、全体を統括する BAE システムズ社とともに、プロジェクト全体の主導権を握るのではないかと推測されます。また、これまで、イギリス、イタリア、スウェーデンの3国が推進してきたテンペスト計画においても、ロールス・ロイス社が、機関部の開発を行っています。そんなロールス・ロイス社ですが、テンペスト計画においては、機関部の開発で難航していたと伝えられています。ユーロファイター・タイフーンなど、量産型戦闘機のエンジンを開発してきたノウハウを有しています。
ロールス・ロイス社は、昨今のデジタルエンジニアリングの進展により、戦闘機の機関部設計から製造までを極めて短期間で行えるという自信があるとも聞こえてきます。GCAP で、その成果がわかるのでしょう。北朝鮮が潜水艦から巡航ミサイル発射実験を繰り返す中、日本政府は長射程巡航ミサイルの早期導入を決定で、海上自衛隊の潜水艦から巡航ミサイル発射を検討しているとの情報をキャッチしました。今回は防衛省ついに1に異次期装填、対芸型 533mm 魚雷発射艦で長射程、海中から反撃能力保有トマホーク発射かを詳しく見ていきます。VSL 搭載潜水艦を建造計画している防衛省ですが、攻撃型通常動力型潜水艦で新型燃料電池で世界最強へ。22022年2月に始まったロシア・ウクライナ戦争も、今年で3年目に突入する気配が濃厚で、また、北朝鮮は、その一方の当事者であるロシアへの弾薬等の援助と引き換えに、食料や燃料、軍事技術の移転を受けると言われている。そうした状況を反映してか、昨今の北朝鮮は、何かと韓国を敵対視する方向へと回帰する姿勢を見せ、また、中国は、相変わらず、2024年年初の台湾総統選挙で、民進党の頼之清則氏が勝利を収めたことで、軍事的な恫喝を強化することが想定されている。こうしたアジアの情勢を俯瞰して見てみると、日本を取り巻くこれらロシア、北朝鮮、中国らの国々が、従来以上に、軍事力を背景とした強硬姿勢を加速させることは必然と見られ、日本の安全保障には、新たな対応が求められる。現在の日本の岸田政権は、安全保障の強化の財源として、増税の姿勢を示していることもあり、政治的には、不人気で、支持率も、下降の一途をたどっているが、財源を置いておくとすれば、防衛予算の拡充には取り組みを強化している。自民党と公明党の連立路線を続ける現、岸田政権は、まず、2022年末には、国家安全保障戦略、国家防衛戦略、防衛力整備計画の、いわゆる安保関連の3文書を、名称を含めて改定して閣議決定。防衛力の増強へと舵を切った。2023年度から2027年度の直近5年間における日本の防衛予算案は、合計で総額43兆円となることが打ち出されており、海上保安庁の予算まで包括するとはいえ、対 GDP 比で、その額は 2% という規模への到達が予定されている。そうした自国を取り巻く安全保障環境の悪化を見越して、防衛予算案の増額に踏み出した日本だが、その使途内容で大きな比重を置かれているのは、スタンドオフミサイルと称する長距離打撃兵器の拡充である。日本政府が言うスタンドオフミサイルとは、敵の防空兵器の射程圏外から攻撃を敢行可能な長距離打撃兵器のことを総称したもので、かつては政治的には敵基地攻撃能力と呼ばれ、自衛隊が保有することを忌避された兵器でもある。しかし、昨今の各種のミサイル兵器の長射程化の現実を受け、日本政府では、この敵基地攻撃能力を、反撃能力と政治的なレトリックで言い換えることで、その保有の後ろ盾とした、とも言うことができるだろう。こうした政治的な流れに基づき、日本の自衛隊におけるスタンドオフミサイルの具体例としては、アメリカから調達するトマホーク巡航ミサイルや、国産の人に、
意識地対艦誘導弾の能力向上型、当初防衛用の高速滑空弾等が挙げられている。トマホーク巡航ミサイルは、今更説明は不要と思われるほど、世界的に見ても、著名で、実績も豊富な巡航ミサイルであり、アメリカ海軍の水上戦闘艦及び、一部の攻撃型原子力潜水艦の主要兵装として進化を続けている兵装である。日本政府は、当初アメリカから、このトマホーク巡航ミサイルの最新のバージョンである、ブロック5の調達を目指していたとされるが、早期の導入を促進するため、一つ、前の形式であるブロック4と半数ずつ、各200発ほどを導入する方向だと報じられている。そして、このトマホーク巡航ミサイルは、国産の人に、意識地対艦誘導弾の能力向上型の完全配備までの空白を埋める役割を担うものと期待されており、陸上自衛隊が配備中のオリジナルの人に、意識地対艦誘導弾は、射程距離を飛躍的に延伸させる。人に、意識地対艦誘導弾の能力向上型は、オリジナルが、最大でも射程距離 200km 弱であることに比して、第一段階でおよそ 900km、最終段階では、およそ 1500km までの延伸を目標に掲げている。さらに、現行のオリジナルの人に、意識地対艦誘導弾が、陸上の装輪式の車両から運用される自発型のみであることに対し、艦艇に搭載する艦発型や、航空機に搭載する空発型と発射可能なキャリアを多層化し、陸海空の3自衛隊のすべてで運用を目指している。トマホーク巡航ミサイルにせよ、人に、意識地対艦誘導弾の能力向上型にせよ、ミサイル本体の飛翔速度は音速であり、昨今、複数の国で実用化が進む極超音速兵器に比して、その効果を、微分化し、無声も一部では聞かれる。しかし、低空を、地形を追従して飛翔する巡航ミサイルは、ある程度の数を同時に使用することで、敵の防空網を突破できる可能性は高く、現在のロシア・ウクライナ戦争の現実を見ても、こうした兵装の迎撃が困難であることは明白となっている。日本では、当初は、こうしたトマホーク巡航ミサイルや人に、意識地対艦誘導弾の能力向上型の配備を、2026年からの開始を想定していたが、昨今の、主として、中国側の軍事力の強化に鑑み、1年間の前倒しを行う方向を示している。では、トマホーク巡航ミサイルにせよ、人に、意識地対艦誘導弾の能力向上型にせよ、いかなる発射母体が想定されているのかといえば、まずは、すでに、海上自衛隊の多くの水上戦闘艦に装備されている VLS、垂直発射艦が対象になるだろう。海上自衛隊の保有する水上戦闘艦としては、現在8隻を有するイージス護衛艦が、その筆頭に数えられると思われるが、アメリカ製の MK41VLS 垂直発射艦を、これらの艦艇は90から96セルほどすでに装備しており、比較的軽微な改修で運用が可能となる。だが、こうしたイージス護衛艦のような水上戦闘艦に止まらず、日本では、潜水艦で、これらのスタンドオフミサイルの搭載を検討しており、その兵装としての運用方法の多層化を図るものと考えられている。現在の日本の海上自衛隊の潜水艦隊は22隻体制が敷かれているが、ご存知のように、いずれも、実戦配備中の親潮型8隻、双竜型12隻、大芸型2隻は通常動力型の攻撃型潜水艦であり、その主兵装は、艦首部の6門の 533mm 魚雷発射艦となっている。トマホーク巡航ミサイルは、かつては、533mm 魚雷発射艦から、運用可能なバージョンも存在し、イギリス海軍のアスチュート級攻撃型原子力潜水艦はこれを搭載しているが、すでに生産を終えており、調達は現時点ではできない。そのため、日本では、初めて、VLS 垂直発射艦を装備する潜水艦を実証実験艦として建造する計画を進めている最中ではあるが、これが、いかなるスペックを持つ潜水艦となるのかを含め、詳細は、未だはっきりとはしていない。海上自衛隊の最新鋭の潜水艦である、
対ゲイ型の場合、基準排水量は3000トン、満載排水量は4200トン以上であると目されてはいるが、通常動力型の攻撃型潜水艦としては、世界的に見ても最大規模とはいえ、VLS 垂直発射艦の搭載には小さすぎる艦は否めない。ただし、現時点で日本が行おうとしているのが、あくまで、初の潜水艦搭載用の VLS 垂直発射艦装置の開発であり、そのコールドローンチを含めた機能面の実証ということであれば、今の大きさで確かめる可能性もあるだろう。世界的に見ると、通常動力型の攻撃型潜水艦で、VLS 垂直発射艦を装備している実用艦は、韓国の島山安正弘9尉しか見当たらず、こちらは、初期型のバッチ1と呼ばれるもので、水中排水量で、3800トンの艦隊に、6セルの VLS 垂直発射艦を搭載している。韓国の島山安正弘9は、以後のバッチ2以降では、さらに艦隊を大型化させ、VLS 垂直発射艦の搭載数を10セルまで拡張する予定であると報じられており、そこに搭載する兵装も国産の玄武 -2B 弾道弾であると言われている。玄武 -2B 弾道弾の射程距離は、最大で 500km ほどと予想されており、SLBM とはいえ、トマホーク巡航ミサイルや人に、意識地対艦誘導弾の能力向上型よりも短射程ではあるが、韓国の最大の仮想敵国が隣接する北朝鮮であることを思えば十分な性能なのだろう。鹿児島県種子島の西に浮かぶ無人島の馬毛島に航空自衛隊の基地建設が始まって1年経過しました。滑走路を造成して島全体を航空基地にする工事が順調に進められているようです。今回は防衛省が公開したイメージ図を見ながら出雲&加賀係留、入港について見ていきたいと思います。F-3 ボビー戦闘機が新田原基地に配備される馬毛島との距離もかなり近い。これは防衛省の思惑だよね。2023年1月12日付、鹿児島の南日本新聞社が航空機から基地建設工事が進む様子を取材した記事を写真とともに掲載しました。森林伐採や造成が進み、作業用らしき羊舗装道が全域に張り巡らされている。あらゆるところで重機が稼働中。海沿いは大型船用の仮設桟橋が岸壁から沖へ伸び、内陸部にも建物が立ち並んでいたということでした。道東における基地建設が本格的に進められていると伝えています。防衛省は2021年8月6日、アメリカ海軍の空母艦載機の訓練及び航空自衛隊機が訓練を行う飛行場を持つ基地を建設するとして、鹿児島県西之表市の馬毛島を選定しました。それに合わせて、同等に整備される港湾施設など基地施設のイメージ図を公表したのです。馬毛島は大隅諸島に属し、ロケット発射基地として、有名な種子島の西方 12km に浮かぶ面積 8.2 平方キロメートルで、周囲 16.5km、島のほとんどが低地で平らな無人島です。2005年、平成17年の国勢調査では、かつて馬毛島を所有していたダストンエアポート社、当時は馬毛島開発の従業員15人が住民として登録されていたので、その時は有人島扱いになっていたようです。島の位置や形状から2007年頃より、
横須賀基地駐留のアメリカ海軍第7艦隊の原子力空母が横須賀基地に帰投した際の艦載機の陸上空母艦載機離発着訓練 FCLP の候補地として注目されていたのです。その後、2010年、平成22年に防衛省が馬毛島を自衛隊施設として使用すると決定。滑走路整備による航空基地だけでなく上陸演習場や事前集積拠点としても利用する以外にも災害派遣時の物資集積場として使用する計画を立案。種子島などにでは地元説明会を開いていました。しかし、馬毛島では2011年、平成23年に馬毛島開発オーナー一族でトラブルが発生。その他にも滑走路建設などが原因の数々のトラブルも発生しました。そのせいで計画が危ぶまれていましたが、日本政府はアメリカ海軍の FCLP 訓練の候補地として、2プラス2の公文書に表記、2018年には、防衛省が、馬毛島を、海自・空自領守り隊の拠点として活用する方針を発表、2019年タストンエアポート社との間で、売買契約が成立したため、基地建設計画が進められているというわけです。南日本新聞記事によると、基地本体の着工から、1月12日までの1年で、建物や施設も増えたので、まるで基地のための町が出現したようだと言っています。馬毛島の中央部には、建物が10棟以上密集し、宿舎の発電機や重機用とみられる燃料タンクやコンクリートプラントもなども確認され、基地建設工事が開始前からあったタストンエアポート社が建設したとされていた島の東西南北を十字に貫いていた2本の滑走路らしきものは、痕跡すらも全く認められなかったということです。防衛省の計画では基地滑走路は2本。島の北北西から南南東にかけての長さ 2450m の死滑走路と 1830m の横風用滑走路です。この2本額の字の形に交わるように設計されていて、滑走路地区の工事は2024年9月頃には完了見込みとなっていますが、現時点では全体像はまだ認められません。防衛省の馬毛島基地イメージ図では、島の東側の海岸線に3本の桟橋など艦船係留施設の設置が予定されています。こういった桟橋は、現在空母化改修工事が進められて、いる出雲・潟越艦、基準排水量 19,950トン、全長248メートル、全幅38メートルの接岸、入港を可能にするものです。係留施設として、桟橋のほか、防波堤や消波日陰なども建設される予定です。馬毛島に、大量の、物資や人員、燃料などを搬入するためには必要不可欠なもので、桟橋は、沖合1300メートルまで伸ばす予定ということです。馬毛島基地のイメージ図には、滑走路に沿って点在する駐機場スペース、整備などのための関連施設や管制塔などの飛行場支援施設が描かれています。他にも、基地要員などの生活スペースを含む訓練関連施設や、航空規格納庫に燃料庫や弾薬庫、桟橋から揚陸した物資を収容する施設などが配置されています。横須賀を母港とするアメリカ海軍第7艦隊の空母ロナルド・レーガンは、乗組員の休養や補給整備のため、年間数ヶ月は横須賀に寄港することになっています。その間、艦載機パイロットは空母からの離発着ができません。その代わりというか、アメリカ海軍では、パイロット空母着艦資格維持のため、陸上の飛行場での FCLP 実施が義務付けられているので、平時においては、おおむね、年に1回もしくは2回、5月か8月に実施されるのが通常です。訓練1回につき10日間ほどの期間で、昼夜の区別なく行われることになっているそうです。この FCLP は、空母が出航する直前に集中して行われています。陸上の滑走路を空母飛行甲板に見立てて、タッチ&ゴーを繰り返すものですが、夜間離着陸訓練 NLP では、騒音問題が発生しやすいのは予測できますね。日本での FCLP は、当初、横須賀を母港とする第7艦隊の空母艦載機が、厚木基地を陸上基地にしていたので、横田基地なども併用して実施されていましたが、両基地とも、市街地が近くにあるので、
騒音問題が絶えませんでした。それで、1991年、平成3年8月からは、横須賀から南に遠く離れた小笠原諸島の硫黄島基地で実施されるようになっていたのです。しかし、厚木基地から硫黄島基地までは距離約 1000km です。長距離飛行のせいでパイロットは疲労するし、航空機は疲弊、大量の燃料消費などアメリカ軍は経費増大を不満として。2017年平成29年に空母艦載機が山口県岩国基地に移転してから、岩国基地に近い代替地での FCLP 実施を要望していたのです。でも、アメリカ軍の経費って日本も分担させられているんですよね。太平洋戦争激戦地だった硫黄島は距離が遠いだけでなく、今も火山活動が活発なので、その点の不安も理由にされているのでしょう。アメリカ海軍は、岩国基地から近い馬毛島での FCLP は歓迎しているそうです。馬毛島の基地建設については、一部の市民などが反対を表明しています。馬毛島を管轄する種子島の西の表市では、2021年1月に実施された市長選挙で基地整備に反対する候補が144票差で当選したため、今後の計画推進を懸念する声があるようです。ただし、西の表市議会は、自衛隊施設誘致賛成の姿勢を示しています。今後については、市長と反対派市議の動きが注目されているのですが、種子島島の3市町村のうち、西の表市以外の中種町と南種町では、町も町議会も自衛隊施設整備に賛成しているそうです。防衛省は、海上、航空、陸上自衛隊それぞれに、馬毛島での訓練を計画し、常に、150から200名の隊員を駐在させる予定にしています。種子島には宿舎を建設し、その家族も居住させることになります。馬毛島島内には、施設保守管理に必要な最低限の隊員以外、基地隊員は、種子島宿舎から、定期船などで馬毛島に通勤する予定にしているのです。ということは、過疎が進む種子島で、1000人近くの若い世代人口が増えることになるので、地元では、地域の活性化つながると歓迎する声も多いと見られます。さらに、基地や宿舎で必要な食料品や生活必需品などを地元で購入すると期待されるので、種子島島内の経済活性化に大きく貢献するとも予想している向きもいるとか。反対の声が一部にあるとはいえ、種子島島民の総意としては、自衛隊施設整備を歓迎する空気が強いとみなされているようです。